古12月20日台は、日本の声楽家、オペラ歌手。日本オペラ協会総監督。東京都出身。東京女学館中学、高等学校卒業。オーケストラ部ではバイオリンを、またが師匠部では部長を務め、音楽の先生に、声楽の才能を見出されたという。東方学園短期大学声楽専校歌修了。萩谷治、浦野リセコに指示。 終了後すぐに、大手損保会社のサラリーマンと結婚し一難を、設けるが、夫の勧めで、1974年日本オペラ、協会、勝木治わらしべ長者女さんで、初ステージとなっている。軍は、同年の日本オペラ協会公演、三木実春金賞で恩見へのお手伝い、お駒を務めている。そして1978年に、ドニゼッティ、 愛の妙役、ジャンネッタで、藤原歌劇団よりデビュー。以来現在に至るまで、藤原歌劇団、日本オペラ協会の両所属団体における公演は、もとより、小沢誠司式、ヘネシーオペラシリーズ、新国立劇場主催公演、他数多くのオペラに出演を重ねた。特に、日本初演オペラや創作オペラなどで才能を発揮し、2016年4月より、 日本オペラ協会総監督法を務め、2017年4月より日本オペラ協会総監督の重責を務めている。コンサートにおいても、これまで、ホルスト・シュタイン式による NHK 公共楽団定期演奏会ほか、主要オーケストラと定期演奏会、特別演奏会などで共演し、1998年から1999年には、佐藤豊式、 バーンスタインズニューヨーク、キャンディードの全国主要都市ツアーに出演。日本を代表するメゾソプラノとして活躍している。2002年に横浜アリーナで開催された世界三大テノールのコンサートでは、日本のメゾソプラノ歌手としては唯一人、ゲスト出演している。また、自身のリサイタルをほぼ毎年開催している。とりわけ、5年ごと5回にわたり、 東京芸術劇場大ホールにおいて、周年記念リサイタルを重ねていることは、特筆に値する。アマゾンと C オーグメントで、存在が確認できたもののみを掲載した。ABCDEFGHI、コーリアイコのホームページ。KORIAIKO.com。2021年6月14日閲覧。コーリアイコ。日本人、オペラ名館。 2020年4月16日閲覧。ケ九百1985.1219。埼玉第9。2020年6月15日閲覧。日本オペラ協会公演創作オペラシリーズ。ナンバーワン例。わらしべ長者。黒塚。昭和音楽大学オペラ情報センター。2020年4月16日閲覧。日本オペラ協会公演創作オペラシリーズ。 ナンバーワンさん、春金賞昭和音楽大学オペラ情報センター2020年4月16日閲覧藤原歌劇団公演愛の名役昭和音楽大学オペラ情報センター2020年4月16日閲覧 CIA オペラボリューム11氷愛子さん公益財団法人日本オペラ振興会2020年4月16日閲覧 abc 役員一覧公益財団法人日本オペラ振興会2020年4月16日閲覧氷愛子プロフィールビクターエンタテインメント2020年4月16日閲覧歌手生活40周年記念群愛子リサイタル和の詩和の響き和の心東京芸術劇場2020年4月17日閲覧 所属アーティスト。公益財団法人日本オペラ振興会。2020年4月16日閲覧。所属アーティスト。公益財団法人日本オペラ振興会。2020年4月16日閲覧。役員、事務局。公益社団法人日本演奏連盟。2020年4月16日閲覧。文化庁芸術祭賞受賞一覧 S61。 H7 文化庁2020年4月16日へ閲覧コーリアイコアマゾン2020年4月16日へ閲覧コーリアイコボイセイズシリーズ株式会社シーオーグメント2020年4月16日へ閲覧三菱ディアマンテコーリアイコセック YouTube2020 年4月16日へ閲覧ありがとうございます